IOG の CEO であるチャールズ・ホスキンソン氏によると、カルダノは6から9ヶ月間で分散型アプリケーション、DAPS エコシステムを完成させるとのことです。ホスキンソン氏は、新年の最初の教育ポッドキャストで、DAPS と開発に関するホワイトボードビデオでこれを明らかにしました。このポッドキャストは、イーサリアムなどの他のモデルに対するカルダノの DAP 開発モデルの利点を説明することを目的としています。DAPS の表現力のスイートスポットへの質問。ポッドキャストの重要な主題は、ビットコインの UTXO モデルやイーサリアムのアカウントベースのモデルではなく、カルダノの拡張 UTXO、EUTXO モデルを構築する際の設計上の考慮事項でした。ホスキンソン氏は、これらのモデルの主な違いは表現力であると述べました。これは、プログラミング言語で表現及び伝達できるアイデアの幅を表すために使用されるコンピューターサイエンスの用語です。現場では、言語が高価であるほどそれを表現するために使用できるアイデアの多様性と量が多くなります。ホスキンソン氏にとって、ブロックチェーン業界におけるプログラミング言語の表現力は、スペクトルとみなすことができます。業界の基本モデルであるビットコインは、スマートコントラクトを作成するための機能的アプローチを利用する、安全性は高いが非常に制限の厳しい UTXO モデルを備えており、この範囲の最下位にあります。スペクトルの上限には、Java 仮想マシン、JVM があります。これにより、事実上あらゆる種類のプログラミングを実行できますが、攻撃に対して非常に脆弱です。ホスキンソン氏は彼の例えで、イーサリアムの EVM は、セキュリティを強化するためのいくつかの制限があるため、このスペクトルの 80% 前後であると述べていますが、まだ攻撃にさらされているため十分ではありません。しかしカルダノは、このスペクトルの中間、つまりホスキンソン氏がスイートスポットと呼んでいるところに実装されています。ここでは、ビットコインとイーサリアムの両方のブロックチェーンで実行されることが、制限を厳しくしたりセキュリティを犠牲にしたりすることなく実行できます。UTXO モデルの採用を検討していた時の研究課題の最初の部分の一つでした。この機能のアイデアが本当に気に入ったので、もう少し拡張可能にしようと思い、拡張 UTXO モデルを作成しました。そして実際、大規模なクラスのアプリケーションの場合、スイートスポットは中間のどこかにあると思います。カルダノでこれまでに開発された DAPS。ホスキンソン氏の分析は、カルダノコミュニティで DAPS が話題になっている時に行われたものです。世界最大のプルーフオブステーク型ブロックチェーンネットワークであるカルダノに、スマートコントラクト機能をもたらしたアロンゾ・ハードフォークの開始以来、コミュニティは開発中の様々な DAPS のローンチに期待を寄せてきました。1月に入り、今後数週間のうちにいくつかの DAPS がローンチすると予想されるため、特に期待が高まっています。しかしこの期待は、ADAの価格には反映されていません。ADAは 1.36 ドル前後で取引されており、1週間で 10.9% 下落しています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。